チャレンジャー海部地の一太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に潜り込む洋子チャレンジャー海部地は北西太平洋のマリアナ諸島の東北緯11度22.4分統計142度35.5分北緯11.3733度統計142.5917度11.3733142.5917 に位置する水深1万メートルを超えるマリアナ海溝の最深部である。地球にある海洋の海底最深部でもある。チャレンジャー海部地はかなり大きな三日月型の海溝の底にある比較的小さな溝状のくぼみで、長さ約11キロメートル、幅1.6キロメートルの底部は穏やかな傾斜面となっている。チャレンジャー海部地に最も近い陸地は、 南西 287km にあるファイス島で北東 304km にグアム島がある。グアム付随の海域境から 1.6km 離れたミクロネシア連邦の海域に属している。海淵の名前はイギリス王立海軍の調査船 HMS チャレンジャー号にちなんで名付けられた。チャレンジャー海淵の深さについてはいくつかの計測結果がある、口述が 太陽水深総図2011年8月版によると、チャレンジャー海怪物の位置及び深さは、北緯11度22.4分統計142度35.5分、北緯11.3733度統計142.5917度、11.3733142.5917、水深1920メートルプラスマイナス10メートルとされていて、 地球上で最も深い海底落ちである。これは仮に海面を基準にして、世界最高峰エベレストをひっくり返しても、その山頂が海底につかないほどの深さで、地球の中心からは6 3 6 6 4トル地点にある。この深度の高水圧では、探査船の設計及び運用が困難であり、わずか4回の先行が達成されたのみである。最初の先行は、 1960年にバチスカーフのトリエステ号によって行われた。その後は1995年に無人型ローフの開港が2009年にネイレウスが続いた。2012年3月には映画監督ジェームズ・キャメロンによる深海探査艇のディープシーチャレンジャーでの友人単独選考が行われた。長年にわたり多くの様々な船が最深度地点の調査に 携わっている。ロシアの調査船ビチャージ日本の深海探査研究船、海霊2014年に、これまで収集されたデータと2010年の観測官、サムナー調査によるマリアナ海溝のソナーマップに基づき、チャレンジャー海部地の深さと場所の決定に関する研究が行われた。クコム JHC チームやニューハンプシャー大学海洋研究所が携わった同研究は、 測量試行の歴史を3つのグループに分けた。初期のシングルビームエコー音響、初期のマルチビームエコー音響、現代のマルチビームエコー音響である、推進測定と位置推定の不確実性を考慮して、8測量線からの205万1371回の音響探査に基づく2010年のサムラーによる、チャレンジャー海淵付近の推進測量性データが分析された。 分析した結果、深度不確定性プラスマイナス25メートルと1、不確定性プラスマイナス20から25メートルがある。ものの、2010年マッピングで記録された、チャレンジャー怪物の最大推進は、北緯11度19分48秒、統計142度11分57秒、北緯11.329903度,度、統計142.199305度、 11.32990342.199305の位置にて、万九1984メートルと定められた。水深測定の不確実性には、水中を通る音速の空間的変動における、測定不確実性、マルチビームシステムのレートレーシングとボトム検出の、アルゴリズム、モーションセンサや、ナビゲーションシステムの精度と構成、天体の広がり推定、 水量全体にわたる音響減水などの複合がある。2009年5月から6月にネイレウスが探査中に実施した一連の先行では2009年と2010年の最大震度は確認されなかった。海底から報告された4度の直接先行測定値は水深1 9 1 6ルから1 9 m, 1 1ル1 9 0 2ル 1898 1メートルまでの狭い範囲に固まっている。場所を関連づける試みがなされたが、ソナー、エコー音源によって、ネイレウスが以前のマッピング調査で最大推進とされた地点と正確に同う1ポイントに達したのか、絶対的な確信が得られなかった。バチスカーフ、トリエステ号。休憩の繊維室はガソリンで満たされたタンクの底に設置されており、 ガソリンは船舶の浮力用フロートとして機能する。トリエステうちのウォールシュとジャック・ピカール・トリエステ号。編集詳細はトリエステを参照1960年1月23日、スイスで設計され、イタリアで製造されて、米海軍が取得したトリエステ号は、ジャック・ピカールと米海軍のドン・ウォールシュ単位を乗せて、海港の底へと先行した。彼らの員は、 休憩の圧力容器の内側でドイツのクルップ社が製造した頑丈な交換部材だった。彼らの先行は約5時間かかり、二人が海底で過ごしたのはわずか20分、そして浮上に3時間15分を要した。海底からの彼らの早期出発は先行中の温度差によって引き起こされた外壁窓の亀裂に関する懸念からであった。テ部の推進は 一万九百十六メートルプラスマイナス五メートルとマノメータで測定されたディープシーチャレンジャー号編集深海探査艇ディープシーチャレンジャー号詳細はディープシーチャレンジャーを参照2012年3月26日カナダの映画監督ジェームズ・キャメロンが深海探査艇ディープシーチャレンジャー号でチャレンジャー怪物の底まで単独での友人選考をした 3月26日の5時15分頃に先行が始まり、7時52分にチャレンジャー怪物の底に到着した。2時間36分かかった。記録された深さは1898.4メートルだった。キャメロンは海底で約6時間過ごす計画だったが、わずか2時間34分後に浮上を開始することに決めた。 マニピュレーターアームを制御するライン内の液体漏れが唯一の死人ポートの視界を汚してしまい、時間が短縮された。また、探査艇のウゲンスラスターの欠損も起こった。ディープシーチャレンジャーのウェブサイトでは、探査艇が90分かけて水面に再浮上したと報告されているが、ポール・アレンのツイートはわずか67分の浮上だとしている。先行後の記者会見でキャメロンは、私は、 非常に柔らかい、ほとんどゼラチン室の平野に着陸しました。一旦位置確認をして、私はかなりの距離を運転し、そして最後に斜面を登りましたと語った。キャメロンが言うには、すべての時間で、全長1インチ以上の魚や生き物を見ておらず、私が見た自由に泳ぎ回る、唯一のものは、短脚類だった。これはエビに似た海底の捕食生物である。計画されている。 友人選考、編集他にもいくつかの友人選考が予定されており、以下のものがある。開口、編集詳細は、開口を、参照1995年3月24日、日本のロボット深海探査機開口は、チャレンジャー海部地の海底近くまで接近した時に、無人探査の深さ記録を更新した。日本海洋研究開発機構が制作したもので、 6000メートル以上の深海潜水調査が可能な無人深海探査機の一つである。チャレンジャー海部地の北緯11度22.39分、時計142度35.54分、北緯11.37317度時計142.59233度、 11.3731742.59233においてマノメータで測定された水深1911メートルプラスマイナス3メートルはこれまでに計測された最も正確な測定値だ。海溝はまた深海底から海洋生物を含む堆積物コアを収集した。海溝は1995年、1996年、 1998年と3回の探査期間中にマリアナ海溝へたくさんの無人潜航を行った。海溝によって1996年に測定された最大水深は北緯11度22.10分統計142度25.85分、北緯11.36833度統計142.43083度、 11.36833142.43083地点での1898メートルであり、1998年には、北緯11度22.95分統計142度12.42分、北緯11.38250度統計142.20700度、11.38250142.20700地点で1907メートルとなった。 2003年5月29日、台風を受けて、国旗ビークルを四国の海域で喪失した。アビスモ、編集詳細は、アビスモを参照2008年6月3日、日本のロボット深海探査機、アビスモがチャレンジャー海部地の東約 150km のマリアナ海溝の底に達し、深海底堆積物のコア資料と水柱の水資料を採取した。 海洋研究開発機構が製作したアビスモは、当時、1万メートルより深く潜水することができる、唯一の無人深海探査機であった。アビスモの海港潜航中の最新は、マノメータで計測された1万258メートルプラスマイナス3メートルである。ネーレウス、編集無人潜水機ネーレウス詳細は、ネーレウスを、参照2009年5月31日、米国は、 ハイブリッドローフネイレウスをチャレンジャー海ブッチに送った。ネイレウスは1998年以来マリアナ海溝に到達した最初の潜水機となり、プロジェクト士官で開発者のアンディ・ボーエンはこの成果を海洋探査の新しい時代の始まりだと語った。ネイレウスは海溝と違って海面上の船に接続されたケーブルで動力を与えたり制御したりする必要がなかった。 ネイレウスは、チャレンジャー怪物の底で10時間以上を過ごし、北緯11度22.1分統計142度35.4分、北緯11.3683度統計142.5900度、11.3683142.5900、地点で、水深一1902メートルを測定した。ライブビデオとデータをキロモアナに送り返し、 さらなる科学的分析のための地質学的及び生物学的サンプルを同海縁の底からマニピュレーターアームで収集した。ネーレウスはウッズホール海洋研究所によって運用されていた。2014年5月10日、ケルマデック海溝で9900メートルの水深で先行している最中に機体を喪失した。水地1号編集2016年5月23日。 中国の潜水艦水地1号がマリアナ海溝で1767メートルの深さまで先行した。この自律的ローフの設計深度は11000メートルである。HMS チャレンジャー探検公会の概要レポートではチャレンジャー怪物が初めて発見された時に採取されたサンプルからの放散柱が掲載されている。これらはエルンスト・ヘッケルによって書かれた。 放散中レポートにて報告されている。1960年の先行で、トリエステの乗組員は、海底は軽層度からなり、海底に横たわっている、ある種のヒラメを観察したことを記述した。最後の推進測量を終える際、私は素晴らしいものを見た。靴底に似た、長さ約1フィートは、彼の静かな領域に侵入していった。目彼に目がいるのか 単に輪行を見るため彼に浴びせた投稿証明は水深6000メートルを超えるこの超深海領域に入る最初の光だった。この瞬間が生物学者が何十年も求めてきた答えとなった。海の最深部に生命は存在しうるのかできた。それだけでなく、ここは紛れもなく真実なのだが骨のない新骨類の魚であり、 原始的な英雄雨やバンサイ栽ズナではなかった。A、高度に進化した脊椎動物で、時間軸で言えば、人に非常に近いです。ゆっくり、とてもゆっくりと、このひらめは泳ぎ去った。片方を泥に、もう片方を水中に、海底図体に動き、彼は暗闇へと消えた。とてもゆっくりと、おそらく海底では、すべてが遅く、ウォルシュと私は手を振った。 多くの海洋生物学者は現在、この真偽不明の目撃について会議的であり、その生物は、ナマコかもしれないと指摘されている。探査機開溝に、搭載のビデオカメラは、海底でナマコ、ウロコムシ、ヨコエビを捉えており、日本の NHK が2017年8月27日、ディープオーシャン超深海、地球最新への挑戦でその映像を放映した。探査機ネレウスは、 長さ約3センチメートルの5海類を捉えた。海溝が採取した堆積物サンプルを分析したところ、1900メートルので多数の単純生物が見つかった。同様の生命体が浅い海溝と水深4000から6000メートルの深海層で存在することが知られているが、チャレンジャー海部地で発見された生命体には、より浅い生態系のそれとは異なる分類区別を示す。 可能性があり得る。採集された生物の大半は単純で柔らかい有効虫であり、他の4種は複雑な種、多質のレプトハリシス属とレオファクス属である。標本の85%が有機の柔らかい殻を持つアログロミーダであり、これは有機壁の有効虫の割合が5%から20%の範囲にある他の深海環境からの体積で暮らす生物の サンプルと比べても稀である。圧力がかかった水中における炭酸カルシウムの高い溶解度のため、硬い石灰質の殻を持つ小さい生物は、極端な深度で成長するのが困難であり、チャレンジャー海物における柔らかい殻を持つ生物の変調は、今よりもチャレンジャー海物が浅かった頃の一般的な生物圏から生じたのかもしれない、と科学者たちは理論付けをしている。 600万から900万年長の間、チャレンジャーブ縁が現在の深さへと成長するにつれ、堆積物に存在する多くの種が死滅したか、水圧上昇と環境の変化に適応できなくなった。深さの変化でも生き残った種が、チャレンジャーブ縁の現在の生息生物の祖先と言えるのかもしれない。2013年3月17日、研究者らは微生物の生命形態が、 チャレンジャー怪物地で反映することを示唆するデータを報告した。他の研究者らは、米国北西部海岸の海底8500フィートから1900フィートまでの岩石内部で微生物が増殖するという関連研究を報告している。ある研究者によれば、どこでも微生物は発見できる。彼らは状況への適応が極端で、どんな場所でも生き延びる。ありがとうございます。